はい、これからオープンザフラッグ忍びだ、忍びだ、じゃあジャンダドロー悪の共演これね、ま、外れる時あるんだよね。モンスター手札に小屋のゴリア墓地です。水波ね、まあ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 強いんじゃない。じゃあ水波を考慮します。はい、水波の効果で持ってくる忍者はまあ今ね白夜を落としているわけで、月影 SD を手札に持ってくる。白夜がいるってことかな、うん、持ってくる。で俺さ、うん、これ相手が雷帝軍とかだとさ、もうこれでも危ないじゃん。だからもういきなり動くわけ、こう月影コールとゲージ1払って、まあ、ビャビャ出てくると、これサイズオーバー。でもゲージがないね。いや、これ1ゲージなのね、実は1ゲージと月影ビャビャソウルイン。マジか。なんかこういう動きも先行から出すっていうのもありなんじゃないかなっていう、ちょっと最近思い始めてるやつね。なるほど、いきなり2点か。で、2点じゃあ、オーロゲームでもこうか、はい、なるほど。一応これ次回攻撃はできません。一応起き上がるけど、ドロー、ああなるほど、チャージ&ドローと次第も落ちた。バディーホールゲージ1、なるほど。じゃあホール、うん、で設置しといて、ドクロボン、じゃあライフ1払う。ライフ1払う、どの効果、これ、これか、うん、ドクロムシは一体コロコス払わずにコールする。強い。で現状こいつは7、だから SD がいるから8000だね。プラス1000がプラス8000、面倒でしょう。面倒、やっぱパー低いのはどちらも同じなのね、忍者も。おお、これでちょうどだけど、それで9000だね。ああもう全連携しかねえ。全連携する、全連携は、うん、受けましょう。じゃあこいつはソウルガード、じゃあターン終了時こっちは破壊される。はい、エンドです。はい、ドロー。他破壊される効果ないの。うん、こいつはない。そうなんだ、うん、チャージャンドドロー。ああ50まで来てんな。全員戦持ってるからつつけばいいんじゃないかな、ライフをね。こいつらだってやっつけても墓地から出てきちゃうんだよね。 ね、そういうテーマだもん。それを考えると、先鋭で本体、2点、受ける、もう2点、ちょっと待って、受ける、受けた。でこいつも先鋭なんで、1点、受ける。でたまにベクヤが先鋭だってこと忘れるんで、エンド、ダメだ、ドロー、チャージ&ドロー。ライフ1払うかな、ライフ1払う。はい、こっちはこうで、こっちはドロップゾーンから登場した時バリドクロム社がいるんだろう、ワンドロー、あ強い、はい、なるほど。こいつ残しちゃまずいって言うけど、どっちにしろね、全連携しかないんですよ。あ、連携アタック、ソウルガード、はい、戦略アタック、もう仕方ない。はい、エンド、エンドロス、サージャンド、エンドロー、装備、バディーコール、出たー、めんどくせえやつ、アタックフェイズ戦移動。はい、これは、あ、これ破壊されるんじゃない。あ、そうだ、うん、破壊されるわ。2点減らす、なるほど。このターン決まらないっぽいな。いや待てよ、ここだ。じゃあキャスト、ゲージ1、うわそれ強い、高い、ここにする。あー違う、こいつら、ごめん、そのモンスターしか破壊できない。オッケー、待て、ちょっと待って、じゃあこの発動にキャストして、あ対抗していい、あいいじゃんけん、最初はグー、じゃんけん、ほい、あ意味ないのか、でも起きてるから、ああこれ意味なかったわ何今ジャッキーしても意味なかった、
そこでガーってことはこっちから行かないよって言ったけど、破壊するか、倒さない、倒して2点通した方がいいから、はい、で2点いける、生きたようだね、エンド3のドロー、チャージアンドドロー、エッジ、はい、踏み送り、蘇りだっけ、蘇りだっけ、そう、黒の帰り道とドクロボン、これが必須の設置だな、ゲージ1を払って、うん、登場、これは帰り道の方か、そう、ゲージ1払うと最善1位かな、でこちらドロップゾーンからコールされたらワンドロー、なるほど、あでもそれっぽいムーブだね、はい、他にドクロ武者が2枚以上いるなら、あ1枚ゲージに置いて3、2枚以上いるなら1枚引く、3枚以上いたらライフプラス1、うーん、いないね、ってことはこれライフ1払って出してからやればよかったんじゃない、いや俺さっきこいつだから、うん、あ使う、だからこの効果使って出しとけば、まあ実質ただで出したことにできたの、こうゲージ1、うん、ちょっとまだ使い慣れてないよ、まあ移動はするんだけど、連携、連携とうとうやられたか、言われたとき、両成敗、じゃあターン終了時破壊されたときこいつを使おう、なるほど、ゲージ1は2枚以上破壊されてるからか、なるほど、3枚引く、なるほど、それで守備札引いてきたらすげえ強いのか、エンド、なるほど、これは荒くよ、3枚ドローで強いの、普通にドロー条件付きだけど、まあターン終了時だからね、うん、チャージアンドドロー、おまあ何に使う、コール、ゲージ1払います、こいつ1000円か、白夜を釣ってくるやつです、またゴージンまで来たらもうほんと勘弁だわ、で、いやゴージンまでまではいけなかったんだけども、うん、こいつが突きかけると打点が2になってますから、はい、なので1000円2点、どうだ、もう減らしてきた、じゃあこう、じゃあ破壊された時起動変化できる、はい、ああここどこ倒す、もう少し破壊できるの、はい、ただ2点おぼろゲーム、おー強い、エンド、このターンドロー、耐えたね、チャージ&ドロー、でさ、これ使えばハンド消費なしでドロップから釣ってこれるってことだね、うん、ゲージ3枚か、あ、でも動けてんじゃない、ドクロムシャっぽいムーブができてる、じゃあこいつの能力でゲージ1を払って、はい、帰り道の子がね、うん、こいつ持ってくるか、はい、これはコールコストは払わないんだね、例のごとく、はい、ライフ1払うか、払っていく、まあヘビにらみは打てなくなったけど大丈夫かな、で出た時ワンドローだっけ、これだ、そう、出た時ワンドロー、うん、でコールかな、はい、これドロップから出ないと効果は出ないか、うん、アダクフェーズ、ちょ待ってください、ダメージ与えた時なんかするんだね、そう、手札1枚するんだよ、はぁ、まあいいだろう、はい、アタック2点、2点、能力を破壊したらエランです、うわ強っ、めっちゃ強いのそれ、捨てる、捨てる、はい、アタック2点、ちょっとね、どうせ捨てられるのは使おう、ここに使うね、はい、ではその2点を開けるよ、はい、じゃあ能力、ああまあ捨てることないけど、いやもういやもうどうせターンエンドするときに、でも3ドロー使うんだったら破壊して2枚破壊されたんでっていう、うん、さっきの荒くいを使うんでターン終了じゃ破壊、荒くいはない、進んでろ、おっとやばいかもこれ、これどうしようかな、今俺がチャードロ前なんだよね、うん、今これすごい悩ましい反応があって、じゃあチャードロなしで、このつむじさらい使います、なるほど、ドロップから忍者を持ってくるんですけど、これバディーコールしてなかったってこいつね、これバディーコールあるか、うん、あ残り1点だしね、でこれ持ってきてバディーコールします、あこいつ濃厚すなんだ、今思ってた、そうこいつ濃厚すと、でこいつ1000円1点なんでとりあえず1点、はい、ありがとうございます、あなかったか、あそこ破壊された時しか使えないか、そうこれいい方で1000円には効かないんだね、そう、せいえ、すげえ厳しいね、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。